ございます。今日は秋にぴったりのキノコ鍋作るよ。実はね、キノコたちとはあんまり仲が良くなくて、限られた子たちしか食べられないんだよね。キノコのお出汁は結構みんな大好きなんだけど、秋限定のメニューとかさ、だいたいキノコ入ってるからちょっと悲しい気持ちになる時もある。一番びっくりしたのはね、ある喫茶店でカルボナーラ頼んだらしめじさんがたっぷり入ってた時、メニューにはカルボナーラとしか書いてなかったからさ、もうなんか普通のカルボナーラ想像してた。いや結構トラウマでね、それ以来その喫茶店には行ってない。さて、で鶏団子にネギ、大きななめこ、生姜を削ってくれた削り部長にちょっと使ってもらって、もやしをたっぷり。山伏たけとこの間知り合ってね、友達になれたの。もうすっかり仲良しくなったから、この子もたっぷり入れちゃう。おいしいお出汁のお鍋になりそうだね。うん、いい感じいい感じ。カレーお手製のポン酢でいただくよ。それじゃ、やけどに気をつけてね。いただきます。